皆さんお元気ですか？新型コロナウイルスの感染拡大や緊急事態宣言、いろいろなことがあって不安な毎日、大変な毎日を過ごしていることだと思います。不安が多いと心が弱くなり、いつもなら何でもないことが気になってストレスも溜まって、そんな辛い毎日を送っているのではないでしょうか。でもそんな中でも少しずつ工夫をしてなんとか頑張ってる、先行きの見えない不安もあるけどそれでもなんとか頑張ってる、そんな日々だと思います。そしてようやく、感染拡大にも少し希望が見えてきました。そうすると少しは誰かの話に耳を傾ける余裕もできてきたのではないでしょうか。不安や弱い心に負けて家族を傷つけないように、大切な家族と大切な子どもたちとどうやって幸せに過ごすのか、そのようなことを仏様の教えに少し耳を傾けてみませんか。今心が弱くなると言いました。仏教では心の中に毒がたまるということを説きます。心が弱くなりますと心の中の悪い面ばかりが前に出てくるんですね。自分ばっかり、なんでこんな目に遭うんだろうってどんどんひどく思ってみたり、もうあれもしてよこれもしてよってどんどん求めてみたり、あとは思い通りにならないかなってすぐに怒ってイライラしたり、そういう悪いところばかりが顔を出します。そして、心はそのまま言葉と行動につながります。心が言葉と行動を作ります。ですから弱い心、毒の心、悪い心でいるとやはり悪い言葉、悪い行動が生まれて、そして怒り、イライラ、この怒りは全ての不幸の源と言われています。ですから怒りが心にあるとそこから悪い言葉、恐ろしい言葉、強い言葉、そういった、そして、当然人を傷つける行動にもつながって不幸を生む。ですから私たちはこの心をしっかりと自分で見極めなければなりません。そして子どもはですね、特に大人のそういう怒りやイライラの心から生まれた行動や言葉に傷つきやすいです。5年とかね、10年しか生きてない子どもですから、人生の濃さが違いますね。一日一日の濃密さが違いますから、大人が何気なく発してしまったそういう心の悪い心から生まれたその言葉のトゲとか行動に大人以上に傷つきます。あとでももちろん大人同士でもそうですね。言った言葉とかやった行動は取り返しできませんから、ですからやっぱり常に心を気をつけておかないといけない。でましてや心の中に毒があったら、ね、本当にそういう取り返しのつかない行動をして誰かを傷つけてしまう。ですから仏教ではまずは何より心の修行をしなさい、心をしっかりと自分で整えなさい、仏教では心を整えると言います。心をしっかりと、心の手綱を握る上手な、騎手が馬をこう上手に操るように、自分で自分の心をしっかりと手綱を握って操りなさいというふうに説きます。そうやって、自分の、ね、心をじゃあうまいことこうコントロールしてどこに行くかっていうと、ゴールは簡単なんですね。ゴールはもう上機嫌でいるっていうことです。もう怒ったり恨んだりすることはなるべく忘れて、でいろんなことを感謝して、そして細かいことはまあまあって流す、そうやって、上機嫌でいるという、これが心のいい状態ですね。そしたら上機嫌の心からは優しい言葉と素敵な行動が生まれる。
そうやっていればね、幸せになれるというのはもう誰でももちろん分かってますから、そうしたいんですけどね。でもやっぱり分かっていてもなかなかできないのが、人間の愚かさ。そして分かっていてもなかなかできないぐらい辛い日々が今続いてました。けれどもなんですね、やっぱり分かってはいるけどできないということを言い続けてはいけないよというのが仏様の教えです。分かってはいてはで分かってるけどできない、でも少しずつでも頑張って何とかしていこう、少しずつでいいんです、少しずつでもいいから頑張っていきましょうというのが仏教の教えです。そうやってじゃあ心を上機嫌でいるためにどうすればいいか、一番大切なことはやっぱり感謝を忘れないということです。言葉では言うのは簡単なんですけど、やっぱり私たちはすぐね感謝を忘れてしまう。最初はありがたいって思っててもすぐ何でも当たり前になりますよね。例えば東日本大震災、あの時私たちはすごく辛い思いをしてみんなで力を合わせて乗り越えましたが、その時に当たり前の何でもない日々があることがこんなにありがたいと思った、本当にありがたい、みんなでそのことを忘れずに頑張ろうって言ってましたけれども、やっぱりこうやってコロナ感染が広がるとまた同じことを繰り返して忘れてたんですね、そういうことを。そしてまたありがたいを探すのは人間にはなかなか難しいんですね。人間は足りないものばっかり数えるのが上手なんです。あれもないこれもないってすぐ文句言う方が上手で、 ありがたいを探すのがなかなか下手くそなんですね。これはお寺に来るおばあちゃんなんかもそうなんですよ。同じようなおばあちゃんがお寺に来る、ね、体の具合も、ね、悪そう、同じおばあちゃん元気大丈夫って言うと、愚痴を言っちゃいがちなおばあちゃんがね、いやもうね足も痛いしね、もう腰も痛いし、もう最近目も見えないし、もう、ね、もう聞こえにくいし、もうダメねって言って、もうブツブツ文句言う、もうお寺に来るのもしんどいわなんて言う。でも別の同じようなおばあちゃんでも別のおばあちゃんもいるんですよ。おばあちゃん元気どうって言うと、いやねもう足は痛いけど、でもまあなんとかこうやって歩いてこれるしね、まあ腰も痛いけど、まあなん我慢できなくはないし、まあ目と耳もね、まあね、そ昔ほどじゃないけどね、まあそれでもなんとか見えるしね、なんてね、もう今できることあることを喜んで、同じおばあちゃんでもないことに文句を言うのか、いやそれでもこれだけできるって言えるのか、これ全然やっぱり心の在り方が違う。家族でもそうですね。ね、旦那さんあれしてくれない、これしてくれない、何でも洗ってくれない、洗濯もしてくれない、洗い物も何もしてくれない、だけど何々はしてくれない、でもこれはしてくれた、これこうやってまたすぐこんなことして、でもこれは頑張ってる。子供ね、子供だってそうでしょ、こんなことしないってあるけど、でもこの子ここは頑張ってる、何だってあるんです、いいとこ探せば。でも悪いとこばっかり探して文句を言ってぐちぐち言うのが心の毒ですね。そして私たちはそういう本当は、ありがたいのに当たり前という勘違いをする、一番勘違いするのは身近な人に対してなんです。家族に対してなんですね。だって家族が元気でいて一緒に過ごしてくれることなんてこんなありがたいことはないわけですよ、ね、病気だって事故だって本当は怖いものいっぱいある。でもこうやって元気でいるだけでね、本当はありがたい。けれども私たちはそのことを忘れているのが当たり前になって、そしてせっかく一緒にいてくれるのに悪いとこばっかり探して文句ばっかり言って、そんなことをしていませんか。元気に家族が揃って過ごせる時間なんてあとどれぐらいあるかわからない。だとしたら今日今そうやってみんなで元気に笑って過ごせれば、それは宝物の時間なんです。でもその宝物の時間をあれがないこれがないわってイライラして喧嘩して過ごしてって言ったら、これはもう宝物を捨ててるようなものです。かけがえのない時間を今過ごしてるっていうことを心からわからないと感謝はできません。なんでかけがえのない時間と私が思ったかというと、
私にもそんな思い出があります。もうまだ子供が小さい頃ですけど、フードコートだったからだと思うんですけど、2人でご飯を食べてました。そしたらですね、ふとこう視線に気づくと、離れたところからなんかこうおじいちゃんとおばあちゃんがこうニコニコこの僕たちの姿を見てくれてですね、見守ってるというか、それでこう嬉しそうにというかね、楽しそうにというか、でもちょっとなんか懐かしそうに見てるように見えたんですね。でその時に、ああなんか見てくれてありがたいなと思った時に、ふっと気づいたんですけど、自分がもし長生きできてね、長生きできてこのおじいちゃんおばあちゃんぐらいの年になった時に、こうフードコートとかレストランに行って、今この若い親子を見た時に、あ、俺絶対今日の日を思い出して、それ絶対ああやって小さい子供と、子供がねまだ小さい時に2人でご飯食べて楽しかった思い出あったな、あの時はまだ小さくて可愛かったな、自分も若かったな、うん、そんな日々もあったなって、絶対きっと懐かしく思い出すと思うんですね。そしてできるなら、帰れるならあの日にも一回帰りたいって絶対思うと思うんです。って思った時に、あ、今僕は何十年後絶対にあの日に帰りたいって絶対に、ね、思っちゃう、あの日に帰れない帰りたいって絶対に思ってしまうような、そんな素晴らしい素敵な日瞬間を今いるんだと思った時に、あ、もうこの今の一瞬一瞬大切にしなきゃと思ったんですよ。この一瞬一瞬でもね、喧嘩したりね、ぼーっとしたらダメ、本当にもう大切に感謝して、この大切な時間を心から味わわないと、これは罰が当たるなって、そんな風に思ったんですね。だからそうやって今こうして元気でいることを感謝し、自分の周りにいる人に感謝をして、この一瞬一瞬を大切に過ごしていく、そうすれば心の中の毒は消えていくと思います。これが本当の感謝を知るということではないでしょうか。心の持ち方ということについてお話をしたので、最後じゃあ少しですね、具体的なヒント、イライラとか怒りが出た時にどうすればいいかという、ちょっと具体的な仏教の修行に基づいた具体的なヒントを言います。まずですね、怒りとかイライラが出たら、ゆっくりと数を数えてください。で、その数を数えるのがもしできれば、さらに数を数えるよりはちょっと難しいんですが、できればですね、こう自分が今怒ったなと思ったら、こう離れたところからですね、自分を想像して、今怒ってる自分がいるな、あ、ここに今怒ってイライラしてる自分がいるなっていうふうに客観的に見れるようにしてください。そうやって心を少しこう突き放してみる。そうすると怒りやイライラに振り回されません。そうやって心を観察しながらね、イメージするんですね。今自分の心の色はどうだろうな、毒に汚されてないかな、ちゃんと透き通った心でいるかな、いろんなことをこうイメージしながら、そうやって心に注意を向けながら、ゆっくりと深呼吸をしましょう。できれば鼻と口と両方からとゆっくりと空気を吸って、その時に空気がお腹の底の方までたまるイメージで空気をゆっくり流し、そしてできれば空気の味とかね、匂いなんかも感じながら、そしてそうやって息を吸いながら、心の奥の方にこう輝く、きれいに輝く自分の心をイメージしてください。そうやって落ち着いて深呼吸をしながら心をイメージすると、心の奥にある優しい美しいものが目を覚まします。必ずあります。皆さんの心のそれぞれの奥にですね、感謝をし、思いやり、人のために尽くすという菩薩の心、必ずあります。ただ普段は隠れているので、それが目を覚ませるように、ゆっくりと深呼吸をして心の修行をしてください。そうやって心を少しでも良きものにして、
大切なこの宝物のような大切な日々を自分から壊さないようにしましょう。ずっと一緒に家に子供といるとイライラしてつい怒っちゃうお母さんもいると思います。その時はね、初めてその子供が家に来てくれた日、初めて家族が増えて本当にもう心からこの子の喜んで心からこの子の幸せを願った日のことをどこか思い出して、そして自分の心の中にある優しい美しい尊い心を思い出してください。まだまだ心が不安になったりストレスが溜まったり、まだまだきっと長い戦いになると思います。日々の中で、ね、ついつい怒ったりイライラしたりする時もあると思います。それでもいいです。少しずつ頑張りましょう。本当に少しいいんですよ。仏教は昨日、ね、40点だったら今日は45点でいいんです。なんで45点じゃダメじゃないかと思うかもしれないけども、増えた5点も喜ぶ、それでいいんです。仏教はですから、少しずつ少しずつ、ね、自分の中で上機嫌にいれる時間を増やして、大切な家族、大切な子供との幸せな時間を過ごしていってください。長いお話になってしまいましたけれども、最後までご覧いただきありがとうございました。